キーマネージメントインターオペーラビリティプロトコルはデータ暗号化のための暗号鍵を管理する鍵管理サーバとクライアントとの通信方式を定める通信プロトコルである暗号鍵生成と使用方法に関するテンプレートが定められており複数の鍵を容易に管理できるようになる技術であるオアシスのプロジェクトの一つであるオアシスは使用を公開しており ストレージベンダーはこれに対応した製品を製造、販売できる。情報漏えい問題の解決策の一つとして、補助記憶装置での暗号化がある。実際に、ハードディスクドライブは、自分自身でデータを暗号化できる。このように暗号化自体は、容易になってきた一方で、複数の暗号鍵を管理することが課題となってきた。暗号鍵の紛失、ロストキーは、 データを読み出せなくなることを意味する。複数の暗号鍵を一元管理する仕組みが必要とされてきた。クミップによりクライアントは暗号鍵に直接アクセスせずともサーバに暗号化、複合化を依頼できるようになる。クミップは2010年に登場し、鍵管理の業界標準となった。オラクル、IBM、ネットアップ等複数のハードディスク及びテープライブラリーの 製造業者が加盟しており、これら企業は毎年開催される RSA カンファレンスで最新の製品を紹介している。クミップサーバーは暗号鍵、証明書、パスワード等を保存、管理する。技術詳細は公式ページやウィキで公開されている。管理オブジェクトはクミップサーバーの管理対象となるデータである。その回収号には実際の暗号鍵、 証明書等の情報が含まれる。以下がそのサブセットの一例である管理オブジェクトはその種類に応じて異なるデータの構造を持つ。例えば暗号鍵に分類される共通鍵、公開鍵、秘密鍵は共通してキーブロックと呼ばれる構造体を持ち、これには暗号鍵本体及び周辺情報が含まれている。例えば鍵本体の情報、圧縮方式、 暗号化方式、暗号帳がカプセル化されている。加えて、このキーバリューは、さらに二つの構造を持ち、鍵本体とベンダーが自由に定義して良い属性情報に分かれる。それぞれの管理オブジェクトには、以下の状態を示す情報が付与され、これに基づき鍵のライフサイクル管理が可能となっている。それぞれの状態は、以下の通りである。クライアントは、 アプリケーションプログラミングインターフェースをクミップサーバに発行することで管理オブジェクトを制御できる。例えば、生成、登録、取得、破壊、属性の付与、取得、削除等の命令がある。プロトコルは TTLV と呼ばれる方式を採用している。これは命令をタグ、種類、長さ、値として表現し一つのブロックとして符号化する。 根の部分は別の TTVL を入れ子にできるため、一つのメッセージで複雑な命令を送信することができる。数は入れ子になったメッセージの一例である。通常、ストレージネットワークとは別に鍵専用の回線を設ける。オアシスクミップ技術委員会が各社実装のリストを作成、公開している。ベンダーは、自社製品がクミップの標準に準拠していることを証明するため、 技術委員会が主催するイベントにて、相互運用性を実証しなくてはならない。これは通常 RSA コンファレンスの直前の月に行われる。クライアントとベンダーの両者は個別テストを行っている。テスト数のトレンドは、オアシスのサイトで見ることができる。2014年、杉谷は類似のテストプログラムを発表した。私服ミップカンファレンステストプログラムと呼ばれる。 ありがとうございます。